藤本監督の力強い言葉から始まったホークスのシーズン開幕前最後の練習。明日の開幕戦に向けおよそ2時間全体練習を行いました。侍メンバー4人の顔ぶれも揃い、主力全員が集合したホークス。今シーズンもキャプテンを務める主砲柳田はバッティング練習で快音を響かせていました。開幕への準備は万端です。開幕戦はやはり特別な思いというのはありますか？そうですね、ないです。はい、やっぱり結果を出して、チームを勝たせれるような、プレーを、したいなと思ってます。開幕投手を初めて務める大関、コンディションは良好なようで、明日の大役に向けて気負いはありません。コンディションすごくいい感じで、振り切ってるわけでもなく、いい感じでコントロールできてるん で結果もオープン戦で伴ってきてるんで、まずまず順調かなと思います。去年は結構抑えることができたので、いいイメージを持ってるんで、特に大きく変えることなく自分のピッチングできればいいかなと思います。2年目の指揮を取る藤本監督は、戦力は揃った、あとは去年の悔しさを晴らすだけと、今シーズンこそリーグ優勝、日本一奪回へ、チームへの期待を口にしました。開幕ダッシュといきたいですね。明日は1番牧原でいきます。2番近藤、世界の近藤ですからね、はい、で3番柳田、4番栗原、それ以降は分かりません。去年の悔しさをチーム全員で、優勝日本一目指して頑張っていきます。一方、対戦相手のロッテは午後3時ごろからペイペイドームで全体練習を行いました。初の開幕投手に指名された5年目の小島は、明日の登板に向けて調整を行いました。 WBC では投手コーチを務め、今年からロッテの指揮を取る吉井監督、明日の初陣へ向けて意気込みを語りました。いいチームなんで、いつも優勝争いしているチームなんで、手強い相手だと思ってます。ファンが見てくれて楽しい野球をやっていきたいなというふうに思ってます。 WBC の盛り上がりを受けて迎える今シーズン、頂点を目指す戦いが明日から始まります。